どうもこんにちは。このチャンネルではカメラ機材のこととか動画写真のこととか発信してるチャンネルです。ぜひともまだチャンネル登録してない人はまずチャンネル登録をして今回の動画見ていってください。それではね、今回、今から花火撮影に行ってくるんですね。でその撮影で今回動画と写真この2つをしようと思って、機材詰めてきました。でこれからね、花火撮影に動画とね撮影両方で行く人に向けた動画になってます。でこれで、どういう機材を持っていけばいいかっていうことが分かる動画になってますので、ぜひとも最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、では早速動画撮影の機材についてちょっとお話ししていきたいと思います。まず動画撮影は今こちら撮影しているソニーから出ている FX30、 こちらを持って行って撮影しようと思ってます。でね、花火撮影なんで広角で、ね、ダイナミックに撮りたいので、レンズはタムロンの 1120F2.8 投資のねズームレンズなんですけど、こちらを持って行って撮影をしようと思っています。で、始まりがね真っ暗になるのかな、ちょっと微妙なところなんですけど、 ND フィルターとして、カニフィルターから出てるフサウィ、動画クリエイターのノリさんの、シグネチャーモデルのフサウィ VND プラス CPL のフィルターを持っていって動画の方を撮影しようと思っています。このフィルターね、また別でね、またちょっとアップデートがあるんで動画出しますので、ぜひともチェックしてみてください。で音ですよね、音、動画撮るとね、やっぱしっかり撮りたいなと思って、でもね、あの花火撮影の会場なんであまりね、あの大きな機材は持ってきたくないんですよ。本当はね、ハンドヘルド、ハンドルユニットか、ハンドルユニットを FX30 につけて撮影したいところなんですけど、ちょっと難しいと思ってるので、今回はね、あの前回オートポリスの撮影でも持っていったこちらね、 MKE400、 こちらのマイクを持って行って撮影をしようと思います。動画のサブ機としてね、一応 BTS も撮れるかなと思って持っていくのがもう万能なカメラね、多分皆さん結構使ってると思うんですけど、このねオズモポケット3、もうこれ BTS の撮影とかねさ持ってこいっすよね。もうほとんどこれ使ってます。皆さんも使ってます？まだ使ったことがないっていう方はね、ぜひともこのオズモポケット3使ってみてください。ほんとね動画撮影万能すぎます。もうお気軽ブログからもうこういう BTS にはもってこいのカメラになってますので、ぜひともチェックしてみてください。それでは次、写真撮影はニコンから出ているこの Z8 を使って撮影 していこうと思っています。 Z8 夜間に、ね、高画素だから弱いっていうイメージあるとは思うんですけど、去年もねこの Z8 大活躍してるのでバッチリ撮れると思います。で、気になるレンズなんですけど、やはり広角でダイナミックに撮りたいので、一応候補としてレンズ2本持っていってます。1本目が小三元の、1430ですね、このズームレンズ、こちらをね1本と、で光量が足らなかった時のためにね、同じくズームレンズのね1728の F2.8 投資のこのレンズ、この2本を持っていこうと思っています。で子供も一緒に行くんでね、やっぱりあの記念の写真とかも撮りたいので、やっぱ標準のね、標準域の焦点距離欲しいんで、この1430で、まあ、DX クロップして、まあ、45mm ぐらいで撮影できたらなと思って今考えてます。で花火撮影に欠かせないのがレリーズですね。でレリーズも持ってこちらで長秒露光で、花火をダイナミックに収めていきたいと今思ってます。はい、そして気になる、三脚はね僕、
アートサイズっていうメーカーから出ている三脚ずっと使ってるんですけど、そちらの三脚を使って、写真撮影の方していきたいと思っております。そしてね、今回からね、ロカデザインさんから出てる、ストーンバッグ、こちらを導入してね、もうそこに小物とか置いてね、三脚にねウェイトかけてブレをできるだけ抑えて撮影できるようにしようと思っています。今回初導入なので、どういう感じで使えるのか、使い心地とかね、また後日動画にしたいと思ってますので、ぜひともチェックしてみてください。はい、今回の動画は短いですけど、花火撮影に僕がどういう機材で行ってるかっていうのを、動画にしてみました。参考になったよっていう方はぜひともグッドボタンね、よろしくお願いいたします。それではね、そろそろ時間なんで花火撮影行ってきたいと思います。次回はこの BTS 出せたらなと思ってますので、その動画でまたお会いしましょう。それではまた。